はい、それでは流体解析入門第7回の二次元拡散方程式をやっていきたいと思います。前回二次元の、非線形対流を行いましたので、対流はそこで終わりということで、今回から拡散方程式に移ります。で、拡散方程式、拡散で何だったかっていうと、まあ、振り返ると、このように赤いインクをぼちゃっと青いところに垂らしたときに、この広がっていく、じわっと広がっていくのが、拡散ですね。だからまあ、粘性によって広がっていく、それが拡散を表しています。で、最終的なナビエ・ストークス方程式の中でどこを扱っているかというと、この否定条項とこの粘性項ですね。この2つが合わさった式っていうのが今回解いていく内容になります。で、この式ですね。今回扱うのはこの式です。左側が否定条項、右側が粘性項ですね。で、今回2次元なので、X 方向の粘性と Y 方向の粘性になります。で、拡散のポイントとしては、粘性に関しては XY 軸、それぞれないと、そういったものは存在しないというところがポイントになります。まあ、X 方向、Y 方向それぞれに広がりはするんですけど、ただ、まあ、そこの区別はつけないというところで一つの式で表せます。なので、まあ、これ、離散化する、まあ、今まで通りテイラー展開ですね。この部分っていうのはテイラー展開によって、離散化できます。これ第3回見ていただければ分かると思うんですけど、まあ、テイラー展開で、まあ4次の項を、取って、それを差分を取っていると UI プラス1と UI マイナス1の差分を取っているというのがこの結果になります。で、こうやって見てもらうと、まあ違いとして、まあ、ここの非線形項はいつも通りですよね。非線形項はこのいつも通りで、否定条項か、否定条項はいつも通りで、で、まあ、I と J が両方含まれているような形になります。このままですね。で、ここの IJ プラスX 方向に関しては X 方向の空間に離散化されている。まあ、要は I の方向が X 方向ですね。で、Y に関しては J の方向。要は Y 方向に離散化、中央差分が取られているというような形になります。で、これもいつも通り N プラス1の式に直しましょうと。次の時間の速度を求めるという式に直すとこのようになりますよという感じになります。で、まあ、いつも違うのは、やっぱり式が伸びていると。X 方向と Y 方向があるので、式が2つ項が、大きく分けて2つ項が出てきますよ、というわけになります。なので、まあ、そんなに今までと大きな違いはなくて、式が伸びたという感覚で、見てもらえればいいかなと思います。で、実際にプログラミングしてみると、このように、ボックス状の初期状態を与えます。それに対して粘性、流体として与えるとこのように滑らかな山になっていくと。今まで拡散方程式の1次元で解いてきたものと、まあ、同じような挙動をしていくということが分かると思います。なので、まあ、2次元でも抵抗なくこのように拡散の影響が見られるというわけですね。ということで、今回2次元の拡散方程式についてお話ししました。ざっくりと振り返ると、まあ、この式から拡散方程式求められますよと、2次元だったので、まあ、項が増えましたよと。で、それぞれテイラー展開をすることによって、この事情の微分っていうのが解くことができます。で、差分化した式がこれになっていて、最終的に N プラス1の式に直すとこのようになっていきますと。で、プログラミングするとこのような形派がなだらかな状態になっていくということがわかりました。ということで、今回、拡散ということで、この赤い部分、粘性項と否定条項について扱いました。で、今まで、このように、まあ、対流項について扱ってきましたよね。で、まあ、次回から、この圧力項にとうとう移っていきたいと思います。まあ、一番ちょっと、難しいといえば難しいんですけど、まあ、かなり、シンプルな内容でお話していきたいと思いますので、まあ、ここから、圧力項、内容を触れていきたいと思います。ということで、今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。